皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は、ギター弾ける人っぽく見えるコツみたいなのか、そんな話をさせていただこうかなと思います。まあ、なんじゃそれって感じですけれども。なんかこう、なんかチョーキングとか、ハイ弾きとか、なんかそういう具体的なテクニックじゃなくて、なんかこの辺を押さえておけば、なんかすげえそれっぽく見えんじゃねえのかなみたいな、なんかそういうコツを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。例えば、その、パワーコード1つ弾くにしたって、その、単純にこのパワーコードだけをバーンって弾くよりも、なんかこう、合間に、なんていう感じのグリッサンドとか入ってた方が、あ、なんかあいつできるやつっぺみたいな感じになるじゃないですか。なんかそんなコツを2、3個ご紹介させていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず1本目のこの動画でご紹介させていただきたいのは、グリッサンド。の入れ方という感じです。グリッサンド。ご存知の方も多いかと思いますが、下の方からこう上の方までバインと登っていって、そこから降りていって、でパワーコードを弾くとか、なんかそんな感じのテクニックでございます。ちょっと一緒に早速やってみましょう。6弦の開放と5弦の2フレット。でこの6弦と5弦を2本右手でピッキングすると、まあ、こんな音に。なるかと思うんですが、これの前にグリッサンドをちょっと効果的に入れていってみましょう。中指で目安として2フレットぐらいから、もうどこでもいいんですけれども、まあ、2フレットから、上の方まで、どこでもいいんですけれども、まあ、じゃあ15フレット付近までとしましょう。中指で2フレットから15フレット付近まで、わーっと上げていきます。うん、行き過ぎた。こんな感じです。途中でこう中指がこう外れてしまうと、まあ、途中でこの音が途切れてしまうので、しっかりと押さえながら上まで持っていってあげてください。15フレットは目安なのでどこでもいいです。この辺まで、もう本当に上の方までわっしょいと行ってもいいですし、まあ、何かと外れないように気をつけながら上まで持っていってください。で、後ろのこの親指がくっついたままだと、そのやっぱりこの親指がストッパーみたいになっちゃうので、ちょっとこうぬるぬるしちゃうじゃないですか。なので、いっそのことも親指を外していきましょう。中指と体と右腕のこの3点でこうしっかり押さえて、上まで持っていきます。こんな感じです。で、これをまあこっち側に持ち替えて。こういうことですね。中指だけです。中指だけで。こんな感じです。で、もうちょっと細かく言うと、この人差し指が人差し指の付け根あたり、ここがまだちょっとこうセンサーといいますか、ここが一つの目安となってこう動かしているところがあるんですけれども、あまりこうパワーすぎると、指を広げすぎると逆にやりづらいと思います。僕の場合は人差し指の付け根ぐらいがこうネックの下にくっついていて、で、この形のまま、なんか上に持っていってるという感じですね。で、下の方から上までガーッと、まあ、持っていくわけなんですが、これをシャシャッとなんかこう素早くなんか上げたいです。まあ、ヒャッと、シュッと、シュッと。こんな感じで、シャッと。あんまりゆっくりすぎてもすごいこう、なんかこうぬるっとした印象になってしまうので、ちょっと勢いをつけて、よしゅいと。上まで持っていってあげましょう。で、上げるときに、なんかこうゆっくりからこう徐々にこう加速をしていくような、なんかこういう二次関数的 なんか動きにすると、なんかすごいいい感じかなと思いますので、ちょっと余裕が出てきたら、なんかこう、なんかこう、ぬーやって感じの、なんか、いぬやっていう、いや、そんな動きを。目指してみてくださいませ。で、上まで行ったら、ゆっくり下ろしていって、この人差し指が5弦の2フレットに来るあたりで、パワーコードに切り替えて、バーンと弾くと。やってみましょうか。ゆっくり、そいっといって、せいっといって、こんな感じです。こんなのをずっとこうやっていくと、なんとなくできるようになってくるかと思いますので、ちょっくらいやってみてくださいませ。で、どこで使うのかっていうと、その曲がある程度まとまったところとか、なんかその転換するところとかで入れられると、まあ、効果的かなと思います。例えば、その
じゃん、に、さん、し、じゃん、に、さん、し、じゃん、に、さん、し。で、4小節目。こんな感じ。これを毎回毎回やると。難しいよって感じになってきてしまうので、まあ、適度に4小節、8小節と か, なんかこう A メロ終わったとことか、B メロ終わったとことか、なんかサビ入る前と か, なんかそんな感じのこう転換するときに入れられると、まあ、すごい効果的かなという感じでございます。上げたら、まあ、徐々に下げていって、でこの辺でコード、パワーコードがバーンとくると、ドゥイーン、バーン、ドゥイーン、バーン、なんかそんなイメージでございます。でさっきも言いましたけれども、そのグリッサンドでこの上げている途中にその音が消えてしまうと、すごいかっこ悪いことになってしまうので、まあ、そこはちょっと要注意という感じですね。で、ゆっくり上げすぎても、その中、すごいぬるっとした印象になってしまうので、こうならないように気をつけましょう。で、2フレットから5フレットってさっき言いましたけれども、ある程度この幅があった方がメリハリがついて、すごいかっこいい感じになるので、できればその結構大げさにわっとやった方が良いかなと思います。まあ、ものによってはその、ね、ちょっとだけで、ちょっとの間でそのグリッサンドしたりするときもあるんですけれども、まあ、最初は慣れないうちはまあ練習の意味合いも兼ねて、まあ、ちょっと大げさにグワッとやってみていただけると良いかなという感じでしょうか。はい、とりあえずグリッサンドに関しては以上です。パワーコードのときはその薬指と人差し指とか小指とか使っていることが多いと思うので、まあ、中指でグリッサンドすれば OK かなという感じです。ちょっと参考にしてみてくださいませ。で、次、ちょっと短いですけれども、ちょっとこの続きは、次の動画にしましょう。次はこのピッキングについてちょっくら、お話をさせていただこうかなと思います。できるやつっぽいピッキングとはどんなものか。まあ、大した話じゃないんですけれども、そちらも楽しみにしておいてくださいませ。それでは違う動画でお会いしましょう。さようなら。はは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 。